越前和紙ペーパークラフトコウノトリの里復活の日2017年7月14日金曜から8月20日日曜まで福井工芸社で開催しています。駅前で藤の屋文具店をやってます。で、趣味でこういう風なペーパークラフトの大きいやつを作ってて、で、まあ、あちこちで頼まれて展示をするようになったんで、背景とかを作って、で、まあ、一つのブースみたいにして展示するようにだんだん落ち着いてきました。デザインは自分ではほとんどしなくて、あの鶴ヶにいる時里さんっていう人の設計した型紙を大きくして作って、でそれやってるうちに、あの県立博物館の方で干支の展示を正月にやりたいんで紙で作ってくれって言われて、でそれで共同で作り始めたのが、まあ、時里さんと組むようになった最初ですかね。そうですね、10年ぐらいね、3メートルぐらいの機関車作ってくれとか、3メートルぐらいの帆船作ってくれとか、5メートルのロケット作ってくれとか、そういう時にはもう自分で図面引いて作りますけど、僕はバリバリの理系なんで数字使って計算する方が楽なんです。でやってるうちに、あの和紙の里の方から声がかかって、越前和紙で、あの株券に使ってた分厚い紙が、株券が電子化でもう使わなくなったんで、なんかこれを使って商品を開発しないかって言われて、表面にこのくしゃくしゃの加工ね、エンボス加工っていうんですけど、これをすると恐竜なんか作った時に、あの非常に質感がいいんじゃないかっていうことで、あのワシノザウルスっていう登録商標を作って、それであのキット販売を展開しだしたんです。でそれまで作ってた動物シリーズもこの越前和紙でやりだして、でやりだしたらこれ非常に作りやすいんですよ。曲面が綺麗に曲がるのと、それから子供さんが間違えて折り曲げてもその線が目立たないし、いろいろとペーパークラフトにとってはいい素材なので、でも今はもう全部これに切り替えて越前和紙で大きいペーパークラフトを作って展示するようになりました。で、あのちっちゃい子なんかね、簡単なのから始めて、どん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 、あの難しいやつをやりたがって、もっとすごいのないんかって言って、結局竜まで作った子います、小学生で。で部品135個ありますから、1個切るのに2分でも270分かかりますから、4時間半ぐらいは切ってるだけでも経っちゃうんですよね。道具はね、ハサミと、まあ、せいぜいピンセットぐらいですから、あんまり元手がかかんないですね、始めるのに。ね、一番大きな4メートルのプテラノドンっていうのも作りました。これはあの福井県の依頼で、上野駅のコンコースに吊るすっていうんで、北陸新幹線の開業の時かな、恐竜博物館とか和紙の宣伝のために、うん、毎年ここで夏休みにやってて、で今年鳥年なんで、どうせなら鳥やろうと。しかしこれ大人の人に向いてるかもしれないけど、子供さんもね、結局キット作ってこういう風に飾れば面白い、あのセットができるっていうのが分かれば、自分でね、段ボールの箱に絵描いて恐竜を置いたりとか、いろいろ応用できるでしょう。この夏休みは県内でね、5箇所ぐらいでこういう風な感じの展示をするんですよ。これから始まるんですよ。だからあのそういうのが展示終わって帰ってくると、うちの店の中がもうひどいことになるんで、で置いとく場所が欲しくて、それであの越前市のシピーさんにお願いして、きれいにこうやって飾っとくから、あの場所を貸してくれと。で夏の間は今ペンギンと南極を飾ってますけど、9月からは今度恐竜になってっていうふうにぐるぐる変わって、